はようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ジャッカルのですね、ブラストボーンビッグベイトですけども、これをね、早速使ってみたところ、いい釣りができました。そしてね、ちょっとね、大きめのサイズも反応してくれましたよ。まずはこちらをご覧ください。おっしゃ、置いてたら食ったよ。入れ食いルアーだな、本当に。餌のサイズと合ってんだろうね。お、ちょっとでかいな。いけるいける。あー、やっべ。よいしょー、でかいよ。入った入った。ここで絡まないように。はい、来ましたよ。ねえ、ブラストボーン、これはでかいよ。いや、気持ちいいね。いや、めっちゃ重いよ。ダン。いい続きじゃないですか。最高最高。でかいでかいね、ブラストボーン来たら。わお、うん、イエーイ。いやー、なんかね、ちょうどいいんすね、餌のサイズと。これより大きいの投げてもダメだし、小さいのもそんな反応しなくて、このブラストボーンのサイズ感がいいみたい。ほいで、エクスセンス DC にバンタムのね、最近お気に入りの組み合わせで、ダーン。イエーイ、この腹の太さ。やったぜ、ブラストボーン。7号ですね。7号ですね。75ってところですね。ダーン、ダーン。よし、じゃあ。ありがとうございます。でかいね。はい、というわけで帰ってきたんですけども、カットで早速シーバス釣り、これで使ってみたいなと思ってね、持って行ってみました。で、使ってみてのね、最初の感想なんですけども、ただ巻きいいねっていうね、ところがありまして、っていうのはその説明書きとかを読んでも、この連結部のカコカコした動きをね、活かして、こう連続したアクションを入れて釣ってくださいねみたいな、そんな感じのルアーなのかなと思ってね、使っていたんですけども、ふとね、ただ巻きどうなんだろうっていう感じで使ってみたところね、早速いい魚が反応してくれて、まあちょっとね、ランカーには届かなかったんですけども、ポーンと使って、まあ70中盤ということでね、こりゃいいなと思ってね、いっぺんにお気に入りのルアーになりましたよ。で、アクションとしては、まあ連続したトゥイッチとかを入れると、こう、カッ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 って感じでね、動いて、テーブルターンというかですね、この広いリップが相まって、そんなに場所を移動せずにですね、タッ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 タって文字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 してくれるんですけども、ただ巻きをしたところですね、この独特なテールも相まってですね、非常になんか魚を誘い出すアクションをしてくれるんだなっていうの、これをねすごい感じました。で、紹介動画のところでね、言い忘れたんですけども、この尻尾ね、実はね、これ最近主流のエラストマー素材ではなくて、
ワーム素材でできているっていうことがあるので、他の例えばエラストマー素材のものとかとで同梱してしまってしまうとちょっとね溶けちゃったりっていう恐れがあるので、これねワーム素材なのでこの独特なねプリン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 としたね動きになるんですが、まあだから一緒にしまわないように気をつけてくださいねなんていうね、ところこれね紹介動画のところで説明し忘れていたので補足で言っておきます。で、肝心の釣り方なんですけども、今ね東京港はですね風前のこの城パターンのね時期に突入してるんですよね。少し大きめのルアーが俄然ね活躍するっていうねそういう時期に入っているので、まあそんな時に効きそうだなっていうね、これねこんな感じで、50g ぐらいあるルアーなので、だからそうですねおよそまあ2オンスちょっとかけるぐらいのね、重さはありますので、非常にね大きめなルアーの一つにはなってくると思うんですが、ただジャッカルだとダウズスイマーの220とかねもう少し大きめのルアーなんかがね最近すごい活躍していたんで、それなんかに比べるとちょっとね、小粒でね、薄めのボディになってくるんですけども、だからね非常になんか、使いやすい、違和感なく、取り掛かれるなっていうねそんな印象があります。まあダウズスイマーってのがねめちゃくちゃね、シーバスよく釣れるルアーなので、あの大きさに慣れちゃうとねちょっとねこれ小さいかななんていうね、そんな印象があるんですが、 あの時に関しては、仲間とねもっとね大きめのルアーなんかもいっぱい投げてたんですけど、いつもに比べるとそういうちょっと大きめのルアーがあんまり反応が良くなかったんですね。で、あ、そうだそうだ、ブラストボーンってどうなんだろうって思ってね使ってみたところ、ああいう魚が反応してくれたりですね、あとこういうリップ付きのなんだろうちょっと大きめのルアーってね最近あんまり使っていなかったんですけども、改めて使ってみるとですね、ああまあなんていうかただ巻きテロテロっていうだけでね非常に魅力的なアクションを演出してくれてですね、で食った時はねちょっと止めを入れていた時だったんですけども、そういう止めを入れることによってハーモニカ食いを誘発するようなね食わせの間っていうのをね、作ることができるので、まあ、ただ巻き&ね、ストップみたいな感じで使ってみるとシーバスなんかは、一つね、反応しやすいんじゃないかななんていうのをね、感じました。あとはねこれね実はねフックこれ純正のじゃないんですよね。この後ろのフックは、純正フックなんですけども、前の方のフックがね何匹か釣った時にね結構ね曲がってしまったので、シーバスなんかで使う場合は、少し、ヘビーなものとかに変えてもいいのかな。スプリットリングも、まあなんだろう75まで釣れてますからね、下手したらまあ80とかがスコーンってね食ってくるかもしれないので、ちょっとスプリットリングフックなんかシーバスで使うよなんていう場合はもうちょっと強化してもいいかもなんていう風にね感じました。で肝心のね動きの方はですね、この独特な接続一点でねこう接続してるんでちょっとねラフな感じでね、カコンカコンって動いて、さらにこの独特なワーム素材のテールがですねそれに追従してねビランビランって動くんですよね。この感じの組み合わせっていうのが あんまりないかな、最近見慣れてないんじゃないかなっていうことでね、非常にね、多くのねヒットをしてくれたっていうのがありまして、でまずねちょっと大きめな魚釣れたよっていうことで動画にまとめてみたんですけども、この後編集してねもうちょっとねいろいろな使い方で試してみているので、そんなのも直に公開できるんじゃないかなと思いますが、あとはねカラーに関してはこんな感じのね、視認性のいいカラーね、こういう感じのカラーだとね夜なんかに使っていてもまぁ、ちょっと遠目にやってもねルアーの位置が、分かりやすいんで、いいんじゃないかなと。これ以外にもねボラっぽいカラーとかね、ほんとベイトフィッシュライクなカラーもあるんで、そういうのが好きだよっていう人はねそういうカラーもいいんじゃないかなね。まずはね夜に使ってみてまあ、いい感じで釣れたので、昼間使ったらどうなのかなとかね、そういうもうちょっと気になる要素とかもねあるんですけども、まあまあまあ引き続きですね、まだまだね結構うわこういうのにね
安堵してくれるっていうね、絶好のシーズン続きますので、引き続き頑張ってね、やっていきたいななんていうふうに思っております。まずはね、なんとなく投げてみたら、おーっとこーってね、まあ長さはそこまでじゃなかったんですけど、もう腹がぶっといね、餌をたらく食ってる産卵前のですね、引きがいい魚ですね。こういうのがね、釣れてくれたんで、で、あれぐらいの大きさになってくると、だいぶ狡猾になってくるんでね、あんまりルアーのその、なんだろう、タイプとか波動とか、いろいろ合っていないとね、ヒットしてくれないはずなので、これはね、何かそういう、バイトトリガーというかね、魚が、くちゃーって思うね、何かね、要素をね、いろいろはらんでいるルアーなんではないかなっていうことで、引き続きですね、チャンスがあったら、投げてみたいと思います。シンプルに考えると、ダウズスイマーとかって結構チョンチョンってね、アクションをね、入力していって食わせるってことが多いんですけど、そういうの疲れたな、なんか何にも考えずにただ巻きでドリフトして釣りたいな、そんな時に非常にいいルアーなんじゃないかなっていうのをまずは感じたんでね、そんなタイミングの時とかにボックスに忍ばしておくと、一ついいんじゃないかななんていう風に思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ジャッカルのですね、新しいビッグベイトですね、プラストボーン、これでね、早速いい魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。